MF デンタルクリニックの安田です。さて今回はインプラント治療後にちゃんと食事ができるのはいつ頃かという質問にお答えいたします。まず人工の根っこが骨とついてくれるのが2ヶ月から3ヶ月と言われております。なのでそれから型を取って上物を作っていくので3ヶ月後から4ヶ月後にはしっかりと噛めると思います。本来のご自分の歯と同じように使ってもらって問題ないと思います。ただ骨が少なくて骨を作ったりとかと特殊な場所にインプラントを埋入入れた時にもうちょっと期間が必要になったりする場合もあります。ただ全然噛めないような状態で終わりにはしませんので、カリバーを作ったりとかとどうしてもカリバーが欲しい、特に前歯ですよね。前歯に関してはとしっかりと歯がある状態でその期間は待ってもらうようになります。細かいことはいろいろありますので、どんな質問でもお答えいたしますのでご連絡ください。お待ちしております。インプラントに関してのお問い合わせは動画の下の URL 先よりお電話にてお問い合わせいただけます。お電話お待ちしております。